動作中のスチュワートプラットフォームAMiBAの電波望遠鏡。宇宙マイクロ波背景放射の実験に用いられたスチュワートプラットフォームで6メートルの炭素繊維製の6本脚からなるスチュワートプラットフォーム。スチュワートプラットフォームは6つのアクチュエータで1つの平面を支え、その天板の位置と傾きを制御するロボットである。天板を1箇所あたり2本のアクチュエータの合計3箇所で支える。アクチュエータは油圧ジャッキや電気アクチュエータであることが多い。それぞれのアクチュエータはその長さを制御するが、角度は自由である。スチュワートプラットフォームの天板は XYZ の3。軸位置とピッチロール用の3軸回転の合計6自由度を持つ。6自由度で天板を制御できるため、6アクシスプラットフォーム6、デュフプラットフォーム6自由度パラレルリンク機構などとも呼ばれる。また、シンルジスティックと呼ばれる場合もある。2台の6本脚ロボット。この6本のジャッキを使った配置は、イギリスの V5 によって使用され、1954年には運用され、1965年には D スチュワートによって英国機械学会で発表された。発表題目では、スチュワートプラットフォームとされたが、5スチュワートプラットフォームと呼ぶのがより公平である。より正確には、スチュワートプラットフォームは5の設計とはわずかに異なっている。スチュワートプラットフォームの動きは、ジャッキの動きの組み合わせによって決まるため、シンルジスティックモーションプラットフォームとも呼ばれることがある。スチュワートプラットフォームは6本のジャッキを持ち、6本脚にも見える。このジオデシックテクノロジーに名付けられたヘキサポッドという商標は、工作機械の分野でもともと使われていた。しかし、ヘキサポッドという名前は、工作機械以外の分野では、単に6本脚を意味する。スチュワートプラットフォームは、フライトシミュレーション、工作機械技術、クレーン技術、水中での研究、水難救助、ロデオマシン、衛星アンテナ制御、望遠鏡、整形外科手術に応用されている。ルフトハンザドイツ航空で使われている、スチュワートプラットフォームスチュワートプラットフォームは、フライトシミュレーションに広く使用されており、特に6自由度を用いるものは、フリフライトシミュレータと呼ばれる。1962年のRedifonのフライトシミュレータではボーイング707、ダグラス DC-8、シュドカラベル、カナダエア CL-44、ボーイング727、コメット、ビッカースバイカウント、ビッカースヴァンガード、コンベア990、C-130、ビッカース VC10、フォッカー界 -27 のシミュレーションが可能である。フライトシミュレータに用いる場合、その積載重量は操縦室のレプリカである。航空機の乗組員の訓練生に外界の視界を示すための多数なディスプレイなどを含み、大型輸送機用のフルフライトシミュレータの場合には、ペイロードは最大 15000kg になる。また、ドライビングシミュレータにも用いられ、短時間の加速度を与えるために大きな X、Y テーブルに乗せられる。長時間の加速度は天板の傾きにより与えられ、その組み合わせ方は目下研究中である。アメリカ国立標準技術研究所のジェームス S アルバスはローボクレーンを開発した。このクレーンは6本のジャッキの代わりに6本のケーブルで物を吊り下げる。エリック・ゴフ、エスタイアテスティングマシン。Which is a Stewart Platform with Large Jacks アメリカ航空宇宙局の開発した低衝撃型ドッキングはドッキング中に宇宙船を動かすためにスチュワートプラットフォームを用いる。Motek Medical の開発したコンピューターアシステッドリハビリテーションインバイレンメントはスチュワートプラットフォームをバーチャルリアリティと組み合わせてより進んだ生体機械と臨床の研究に用いている。J. チャールズ・テイラー博士は、整形外科手術で使われる骨を固定するための外部固定器であるテイラースペーシャルフレームにスチュワートプラットフォームを用いた。エリック・ゴフは自動車エンジニアでイギリスのバーミンガムにあるダンロップタイヤの工場で働いていた。彼は1950年代にユニバーサルタイヤ、テスティングマシンを開発し、1954年まで用いていた。そのリグは複合荷重下でタイヤを機械的にテストするものであった。1972年にゴフ博士は死亡したが、試験用リグは工場が閉鎖された1980年代後半まで使い続けられた。そしてそのリグは解体されず、スーインドンの近くのロートンのサイエンスミュージアムに運ばれた。ありがとうございます。